こんにちは、千秋チャンネルの千秋でーす。今日はですね、ファミマのお芋スイーツを食べていきたいと思います。これリクエストをたくさんいただいてて、やっぱりみんなお芋が大好きなんだなっていう風に痛感させられたんですけども、今ファミマでお芋掘りっていうフェア的なイベント的なものが開催されてるんですけども、そこで売られている17種類全部買ってきました。全種類食べてレビューしていくんですけど、さすがにね、さすがのうちも全部食べきるっていうのはちょっと厳しいのかなっていうふうに思ってるので、半分にできそうなものは半分こして食べていきたいと思います。はい、ということで早速いただきます。さつまいもオレ、お値段が198円。うん、美味しい。めちゃめちゃ濃厚でスイーツって感じですね。ご飯のお供には合わないかなって感じ。でも濃厚だけど甘すぎなくて、うん、めっちゃ美味しいです。めっちゃおすすめ。安納芋のワパフェ、お値段が298円。白玉からいただきます。うん、柔らかい。白玉大好きなんですよ、うち。昔水と砂糖を混ぜたつゆに入れて食べてた。じゃあ次、このさつまいもスイートポテトかな。うん、スイートポテトですね。下にね、黒糖のわらび餅が入ってる。うん、うん、ワパフェだからかな、関係ないか。これも甘すぎなくて結構食べやすいですね。うん、うん、さつまいものペーストがまた美味しい。うん、完食。紅はるかのスイートポテトクレープ、お値段が298円。うん、美味しい。あんまい。うん、甘党の人にもってこいですね。さつまいものペーストと生クリームとさつまいものクリームが入ってるんだけど、さつまいものペーストがめちゃめちゃ濃厚だわ。うん、うん、うん、スポンジも入ってる。この生地もめっちゃもちもち。もちかなって思うぐらいにもちもち。うん、紅はるかのスイートポテトタルト、お値段が210円。うん、タルト生地は結構柔らかめですね。しっとりしてる。ほんでこの紅はるかのさつまいもが美味しい。うん、変に砂糖使ってませんよって、さつまいもの本来の甘みを引き立ててますよっていう感じですね。紅はるかのパウンドケーキ、お値段が138円。結構分厚いですね。うん、しっとり。でもこれはあんまりさつまいもの主張が激しくないですね。抑えめさつまいもって感じで。うん、うん、うん、でもしっとりしてるけど、口の中の水分結構持っていかれますね。うん、皆さん聞いてください。3種類出し忘れてました。サムネ入ってないじゃん、悔しい。どうりでこんな少なかったっけって思ったんだよな。大学芋のスティックドーナツ、お値段が138円。うん、大学芋だ。このずっしり感といい、ぎっしり感といい、本物の大学芋に限りなく寄ってますね。うん、これはパンコーナーのところにあるんだけど、商品名通りパンっていうよりはドーナツって感じ。うん、
スイートポテト蒸しケーキ、お値段が138円。うん、すんごいしっとりしてる。離乳食でもいけちゃうんじゃないかってぐらい歯いらないですね。失礼しました。うん、刻まれた芋も練り込まれてますね。めっちゃさつまいもって感じ。紅はるかのバームクーヘン、お値段が168円。うん、あ、これもしっとりしてる。バームクーヘンってさ、結構もさもさしてるイメージがあったんだけど、もっさり系ではなくしっとり系ですね。形が無印の不揃いバームっぽいですね。うん、紅はるかのドーナツ、お値段が128円。うん、美味しい。生地はね、オールドファッションみたいな感じで、この上にかかってるさつまいもがめっちゃ合う。さつまいも、抹茶味のもの食べてめっちゃ抹茶とか、いちご味のもの食べてめっちゃいちごとかね、よくない。本当によくないからね。うん、でも本当に濃厚で美味しい。うん、この黒ごまがまたいいアクセントになってますね。紅はるかのスコーン、お値段が168円。うん、一番口の中の水分持ってかれてる。密度がすごい、密です、あの生地の中が。うん、なんかね、シナモンっぽい味がする。人によってはシナモンが買っちゃうかもしれない。さつまいもと思って買うとシナモンやんってなっちゃうかもしれない。そういう人もいるかもしれない。上に散りばめられてたさつまいもが良かったですね、見た目が。うん、紅はるかの一口大福、お値段が138円。4つ入ってます。いただきます。あ、柔らかい。うん、和菓子屋さんにありそうな感じですね。さつまいもあんの大福って結構ありそうじゃないですか。ありそうな感じ。うん、ワッフルコーン紅はるか、お値段が268円。うん、アイスだからって舐めてかかると怪我しますよ。めっちゃ濃厚、濃い味が。おいしい、このチコフカビン。うん、最近急に秋だよね。半袖で外出ると寒いもん。うちね、秋のソフトクリームといえばミニストップの和栗モンブランソフトしか勝たんかなってずっと思ってたんだけど、負けないぐらい美味しい。うん、ちょっとね、今日は数が多いので時間の関係で早送りでご覧ください。最後、うん、コーンもサクサクで美味しかった。焼き芋もなかアイス、お値段が178円。うん、お芋あんがすごい高級な和菓子屋さんにありそうな感じ。うん、さつまいもをふかしてそのまま冷凍しただけなんじゃないかって錯覚してしまうぐらいですね。
うん、そのままさつまいもって感じ。うん、アイスも美味しいけど、もなかも美味しい。うんうん、アイスもクオリティが高かったですね。カルビー安納芋スティック、お値段が197円。こんな感じ、いただきます。おお、勝手に芋けんぴを想像してたんだけど、芋けんぴではないわ。ジャガビーわかる？ジャガビーのさつまいもバージョンって感じ。うん、美味しい。うち結構こういう素朴系の味のおやつ好きですね。紅はるかコーンチョコ、お値段が138円。おお、思ったより大きい粒が。いや、画面越しじゃ分かりづらいな。ほら、ああ、何やってんだ。うん、空気ですね、空気。サイズの割には空気。チョコの味はね、ホワイトチョコっぽい味がする。ホワイトチョコよりの紅はるか味っていう感じですね。紅はるかのプリンチョコ、お値段が149円。いや、そうじゃないのよ。内容量は5つということだけは分かった。君たち仲いいのはいいんだけどさ、そうじゃないんだよ。うん、これは買って食べてみた方がいい。めっちゃ美味しいし、めっちゃ芋感が強い。2色の紅はるかクッキー、お値段が278円。こんな感じ、美味しそう。うん、サクサク、シャクシャクに近いサクサク。見た目も可愛いからいいですね。映えですね。うん、明日の朝起きたら多分さつまいもになってるわ。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はちょっとハプニングが多かったんですけども、最後まで見てくれた皆さん本当にありがとうございました。ファミマのお芋掘り本当に全部美味しかったんですけど、うち的におすすめはワッフルコーン紅はるかかなっていう風に感じたので、皆さんも気になったら食べてみてください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。